北海道からこんにちは、ポミーヒルフィガーです。ディズニーつむつむ、今日もやっていきたいと思いまーすよー。はい、ついにですね、10月の10日になりました。もうね、実はね、日付変わって夜の12時回っちゃったんで11日なんですけど、10月10日といえばね、もちろん皆さん待望のつむつむフェスティバルが発売した日ということで、つむつむフェスティバルも私買ったんですけど何分昼間仕事の関係でどうしてもね、まだできていないんですよね。開封もしていないです。はい、ということで、まあとりあえずですね、従来の LINE のね、つむつむの方、こちらをねちょっとね、やっていきたいと思うんですけれども、今日ですね、10月の10日にセレクトボックスの2回目、今月の2回目が開始されましたんで、今日はねこちらをちょっとね引いていきたいかなって思ってます。私ですね、セレクトボックスあんまり引いてないんですが、ですね、ちょっとだけコインに余裕ができてきたのと、今回のラインナップの中でカボチャミッキーとカボチャミニーがあるんですよね。で、私 LINE のつむつむはね、配信してからね1年後ぐらいかなに始めてるんですよね。なのでカボチャミッキーとミニーがね、確かね当時そのイベントとかボックスから出たのかな、ちょっとあんまり知らないんですけど、その当時やってなかったんで持ってなかったんですけど、実はね結構復活してて、だいたいガチャなんだよね。ガチャの復活だけ頑張って今ね結構集まってんですけど、もうちょっとなんだよね確か。あった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 、ミッキーミニー、あと1個ずつですね。なのでこのね2個をやっぱね昼間にしたいなって思ってます。このタイミング逃しちゃうとね、また多分1年間お預けなんだよねハロウィンの時期じゃないと多分出てこないと思うんで、最低でも1年かかっちゃうんで、今日はねこのカボチャミッキーとミニーを卒業させるっていう意味も込めて、少しね、まあ、ちょっとコイン使いすぎちゃうと新ツムのねパックマンが引けないんで、そうですね、100万コイン分ぐらいかな引いていきたいかなと思っております。なので全部で33回引こうかな。そんだけ引けば、さすがに偏ったとしても両方とも卒業するよね。うん、ってことで、今日はですね100万コイン分こちらのセレクトボックスを引いて、まあ、カボチャミッキーミニーは1個ずつしか出ないんで、それ以外のね出てきた量を見てですね、何が出やすいのか何が出にくいのか、まあ私の統計みたいのもねちょっと出していこうかなと思っております。ではですね、改めてちょっとラインナップなんですけれども、ほとんどハロウィン関係ですね。この中では初登場はないな。ないね、きっとね。はい、ないですね。で、今回のハロウィンの2回目のこのセレクトボックス、全部ね、期間限定のやつなんだよね。なので、結構レアなやつが、こう、集まってきてはいるのでね。なんか、そうだね。これといって、これがすげえ強いなっていうのはちょっとピンとこないんだけど、比較的イタズラジャックとか、あとまあブギーなんかが結構コイン稼ぎとかもできるのでいいんじゃないかな。うん、なのでこの辺が出てくれると嬉しいよね。そうですね、個人的にはやっぱイタズラジャック、ブギー、この辺りが多めに出てくれると嬉しいかなと思います。よし、じゃあ早速引いていきたいと思いますが、今コインが520万コイン台なので421万コインになるまでね引いていきたいと思います。ちょっとね忘れちゃいそうで、なんか多く引いちゃいそうだよねまあそれはそれでいいんですけど、一応ね記録として33回でやめたいかなと思ってます。じゃあ引いていきましょう、スタート。いやー、このさ、ハロウィン限定のこのボックスのデザインよね、本当に嬉しいわ。このメッセージカードみたいの気になるよね。まあ何も見えないんだけどさこういうプレゼントもらったら嬉しくない？早く開けろ。あー、そうですねごめんなさい。じゃあ開けますね。最初はこれです。さあ何でしょう。お、
かぼちゃチップ。じゃあどんどん引いていきましょう。早めにね、かぼちゃミッキーミニ、これが欲しいんで、さっさとね卒業していただきたい。よっ、おう、お化け出る。はい、おう、ねじねじグーフィー。おい、次、おう、イエー、ハロウィン空。今んとこかぶってないね、いいじゃない。あ、ハロウィン空1個しか持ってなかったんだ。まあ当時ね、なかなかケツカッチンだったんでね。おい、次行きましょう。よっ、おー、かぶった、お化け出る。よっ、お、やった、来た、やりました、かぼちゃミッキー、卒業おめでとう。 OK、 これでね中身が9個になりましたんで、かぼちゃミニをね出して、中身8個にね、8個に下げたいですね。早くね、早めに来てちょうだい。さあ、かぼちゃ見に来い。あー来ないけど、ジャック来た、ジャック、いたずらジャック、嬉しい。いやー、しかし皆さんもうやりました、つむつむフェスティバル。みんなちゃんともうフェスティバルしてんのかな。まあみんなやってるよね、さすがに仕事じゃない限り、てか仕事終わって帰ってからやるよね、かぼちゃチップ。いや、早くやりたいな。うーん、やりたいなっていう気持ちを抑えてね、今ね先にセレクトボックス引いてるんですけど、何がってさ、このあのやっぱパーティーゲームがめちゃくちゃ入ってんのが楽しそうで、早くやりたいんですよね。きた、マキマキドナルド。今んとこ出てないのブギーと、あとホンハットミッキーかな。うん、それ以外出てるから結構まんべんないね、今んとこね。いや、しかしさ、そのつむつむフェスティバルの中でも一番気になってんのがカーリングね、カーリング。かぼちゃチップ。そう、私やっぱこう北海道札幌市に住んでますんで、ウィンタースポーツちょっと馴染み深いっちゃ深いんですよ。まあカーリングやったことないけどね、全くやったことないんですけど、あのね、体験教室みたいな体験ができるやつがあるんですよね、冬場。行ったことないけど。あ、やった、来た、かぼちゃみー、卒業おめでとう。はい、オッケー。これでかぼちゃミッキーミニ出なくなったんで8種類になりましたね。でもカーリングって楽しそうじゃない。うん、またカーリングの話題に戻っちゃうけど、ハロウィンソーラー、なんかやっぱさ、有名チームってみんなわかるかな。さすがに一応地元であれば北海道銀行という、まあ、銀行が持っているチームがね強いんですよ。あとそれと一番有名になったもぐもぐタイムのロコソラーレね、北見市 SL 北見か、もともと確か SL 北見っていうチーム名だったけど、名前変えたんだよね、ロコソラーレに変えたんだと思いますね。あのもぐもぐタイムで有名なあれですよね、皆さん知ってる、オリンピックで見ましたよね、あれです。はい、ああいうチームがね何個かあって、まあ多分北海道内で大会とかやってんのかな、やってると思うんですけど、そんな多くないけど、あのスケートリンクみたいな感じでこう氷張ってるところが、あの施設が何個かあるんで、そこでね体験教室みたいなのやってるんですよ。ちょっと興味あって行ってみたい気もする。うん、かぼちゃチップだってさ、今から例えばさ、オリンピックに目指そうって思ったらさ、何の競技もちょっと難しくない？でもなんかわかんないけど、カーリングならワンチャンいけるんじゃないかみたいな。絶対怒られるな、そんなこと言ったら絶対怒られると思うけど、ワンチャンいける気がするんだよね。なんかかぼちゃチップ、なんかかぼちゃチップ多くねえか。うわ、ダントツだな、かぼちゃチップだけ今んとこもう5個出てるわ、やば。わー、偏ってるわやっぱり。ふっ、おー、グーフィー。あとなんだろうね、この年でちょっとオリンピック出てみたい気もするのよ。せっかくだからさ、オリンピックっていうのを体験したいよね。うん、参加してみたいわ。
ゴーフィー。この年から始めてオリンピック狙える競技ないかな。巻き巻きとなると、まあ、絶対ないと思うけどね。ないと思うけど、なんかちょっとさ、ないかね、チャンス。どっかに落ちてないですかね、チャンス。うっ、おー、来たー。ホンハットミッキー、やっと出たね、1個目。あとね、出てないのね、ブギーが出てないな。欲しいって言ってたブギーが出ないわ。マジか。よっ、おー、来たー。いたずらジャック、欲しかったやつ。ただね、ジャックもまだ2個しか出てないし、ブギーに至ってはゼロ。厳しいね。うっ、やっと出た。出ないかと思った。30回引いて出ないとかちょっとありえないからね。よっ、おー、来たー。いたずらジャック。やっぱさ、なるべくハロウィンのツムはちょっとね、育てておきたいね。さっきのかぼちゃミッキーミニじゃないけど、やっぱ年一の行事関係のツムって年に1回復活するかしないかになってくるから、ここで取っておかないとね、来年復活するかどうかも危ういしね。巻き巻きドナルド、やっぱ季節ごとにさ、クリスマス系とかさ、どんどん増えてくからさ、後々のことを考えるとやっぱ、やった、ブギー。後々のことを考えるとね、ちょっとでも引いておきたいかなって思ってちょっと引いてるんですが、何せね、新ツムが待ち構えてるだけあって、あんまりコインに余裕がないからね。お化けテール、なんやかんでね、もうちょっとですね。あと何回分だ、あと9回か。もうよ4分の3ぐらい引いてるってこと。早いね。よし、来たー、ソラー。っていうかこのラインナップ全然誰も育ってないな。おー、来た、ネジネジグーフィーがスキル4。よっ、おー、グーフィー2連続。さあさあさあ、ブギー来い。あー、来ない。お化けテール、ブギーとジャック来い。あと1個ずつぐらい欲しいよ。よっ、あー、出ない。マキドナ、さあ来い。よし、来た、いたずらジャック。ブギー来い、ブギー来い、ブギー来い。よっ、おー、ホーハートミッキー。よっ、お化けデール。なんやかんやで残り1個になりましたね。早い早い。やっぱ100万コイン使うって一瞬だわ。貯めるの大変なのに一瞬だわ。まあまあまあ、仕方ない。お金ってそういうもんだよね。コインも同じ。最後はこちら、やった、ブギースキル3、オッケー。はい、ってことで99万コイン使って33回引き終わりました。無事ね、かぼちゃミッキーとミニーはまあ当たり前ですけれども、無事ね1個ずつ引いて卒業しました。で、残りの8個なんですけども、一番出たのがかぼちゃチップ、そしてお化けデールとネジネジグーフィー、この3つが、5個ずつ出ましたね。最初はかぼちゃチップが確かいっぱい出たんでね、でダントツ1位だったんですけど、その後ね出なくなって、後半お化けデールとネジネジグーフィーが巻き返して、まあ、同率の1位ということで、3種類はい、5個出た感じです。ほんでですね、次出たのがいたずらジャックと巻き巻きドナルド、はい、この2つが4つですね。で、何よりも出なかったのはなんとホンハットミッキーです。出なかったね、2個しか出てないのよ。1個目出るのも遅かったけどね。最終的にやっぱ2個しか出なかったので、ホンハットミッキーが私は出にくかったですね。まあ序盤ね、あの欲しかったいたずらジャックとブギーが全然出なかったので、やっぱりね、もうね、つむつむはね音声認識してるよ。ほんとなんかね、分かってんだよね、こっちの考えてることがね、伝わってんのよ、なぜか。怖いわー、ほんと。
なんかシリみたいの入ってんのかな疑っちゃうわ、ほんとやめてって感じですけどね。はい、結構ツイッターとか見るとやっぱね闇を感じるみたいなつぶやきをねやっぱね見かけることが多いんですよねだから狙ったツムが全然出ないっていうのが結構あるみたいなんでね、まあ、僕は比較的そんなにこれが全く出なかったっていう感じではないので良かった方なんじゃないかなとは思うんですけれども、なのでまあ運次第っていうところもあると思うんですけれども、はい、こういう感じで出ましたんで、まあ、ちょっとでもね参考になればいいんじゃないかなと思いました。でみんなもう知ってると思うんですが、こちらのセレクトボックスが終わりますと新ツム第2弾なんとパックマンコラボ、まあ、コラボっていうか一応ねシュガーラッシュにも登場っていうかまあ作品の中では出てきていたのでシュガーラッシュからっていう取り扱いになってるようなんですけれども、流れ的に言うとつむつむフェスティバルの方、こっちの方にもねパックマン登場するっていう、まあもう登場してんのかな、やってないんで分かんないですけどねなのでまあそっちの方で登場するっていうのと、あとねよくよく考えたらつむつむフェスティバルの中にパックマンみたいなゲームあんだよね、入ってんのよパーティーゲームに。だからその関係と、そして今月のイベントね、 RPG 風のレトロゲーム風のイベントを今月やってましたけども、やっぱさパックマンってレトロゲームじゃん。なので、まあ、RPG 関係っていうことじゃなくって運営の狙いとしてはレトロゲームに寄せたかったっていうのがポイントだったのかもしれないですね、まあ、RPG を基調にしたかったっていうことじゃなくてレトロゲームっていう取り扱い、そういうもうちょっと広い枠組みで考えていたのかもしれないですね、まあ、そこまではちょっと読めなかったな。でもねいろんなとこにヒントがあったんでもっとね気づけたかなって、もっと早くパックマンのコラボ、まあ、シルエットでねパックマンっぽいなとは思ったけど、なんかねやっぱね断言できなかったね、ヒントがいっぱいあったのにな、もっと気づけたはず、うん、修行が足りないねなのでちょっとねその辺予想屋としては気づけるべきだったなって反省してますんで、はい、来月以降もまたねそういうところ敏感にねやっていきたいと思います頑張りますってことで、少しでもね楽しんでいただけた方、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ポミーヒルフィガーでした。したっけ。